えばね、肩の動きを良くするのには簡単にすぐに結果を出すっていうことですけどね、どうしたらいいのか。こうやって、肩甲骨のところ、肩甲骨で鎖骨まわり、鎖骨、肩甲骨の下、脇の下の肋間筋、ね、そして肩関節の中。肩関節の中。よし、ね、これ結構これロープかかってますからね、これロープ外していきます。起き上がってもらって手を動かしてください。左が一応動きにくいって言ったので、左と右どちらが動きやすいですか？左。はい。時間にして1分ほどですね。はい。こうやって引っ張る。点引きをこのままして、落としてあげますから、どんな状況においても必ず結果を出すっていうことは主眼に置いとかないといけないです、はい、でも結果に執着はしてはいけないんですよ。ただ自然体にあるがままに、ただ結果が勝手に出るっていうことですね。そこでなんですけど、左ちょっと動かしてみて、肩こりを高く上げてみて、この辺こっちですか、詰まるよね、詰まる、だこの詰まりに対してどういうふうにアプローチかけるかっていうと、相手に動かしてもらうんじゃなくて、こっちが動かしたい。ね、こうやって見た感じなんかすごいひどいことをしてるように思うかもしれないけど、見たら笑ってるでしょ。だから間違ってはいけないの、変なあの武道とかやって相手の関節を無理やり痛めつけてるんじゃないって言って、痛てててて言ってるけども、ね、そうこう。相手のこの肩の状態を良くするようにしてるってことね。良くするように、これ相手に応じて、相手に応じて、そのまま伝えて、相手に応じて加減をして、もちろんもちろん、だからこれはあのまっちゃんがすごく苦しむような状態じゃないですか。まっちゃん気持ちいいからこうやって体を動かすわけ。気持ちいいわけです。こうやって動かすと。例えば30秒ぐらいね、こうやったとしますね。ちょっと動かしてみてほしい。動き。で、後ろのこの辺、行ってしまったね。さっきここで止まってたね、ここが。ね、動くようになったらね。だから相手のこのことをよく理解して、どこで詰まってるのか、ここで詰まってる、ここで詰まってたらこうやって解いてあげたらいい、ここで詰まってたら解いてあげたらいい、ここで詰まってたらここで解いてあげたらいい、ね、ずるっとこう詰まりを取ってあげる、詰まりを取って楽しい。詰まりを取ってあげる。詰まりを取ってあげる。簡単や、ね。で、整体するときには絶対に自分の体重を崩さない。ね、相手が崩れるのは自由。この状態なのは相手は楽だから、相手はこういう状態になります。自分が自分の体を崩してまで整体しないように、そうすると自分の体を崩れた瞬間に自分の体に痛み、こりとか走って始めますから、ね、絶対自分の体は楽にして動かしてみて、
動くようになったね。どう？全然違う。はい。素晴らしい。こんな感じから。そこ知らない。はい。どうしよう。筋肉もちょっと柔らかい方が多分いいと思います。回っちゃった。こっちが。はい。それ以外はすごい筋肉使います。肩下げて。肩下げて。これが。そう。これ中に意識が入って、スーッと首のこの凝りを取る中意識を、スーッと。